それでは始まりましたファッション法律相談所、本日のテーマは音楽著作権です。著作権というワードはよく耳にされると思いますが、アート、写真など美術の著作権に比べて音楽の著作権は関係者が多く若干複雑です。そのため楽曲の取り扱いには十分注意が必要です。今回は既存の楽曲をショーで利用するというケースを想定して、著作権法上気をつける点をお話ししていきたいと思います。特にコロナ禍でコレクションのデジタル発表を行うブランドも増えてきたため、デジタルで配信する上で気をつけるべき音楽著作権についても話していきたいと思います。著作権とはアートや写真、音楽、小説などの著作物を創作した人に生じる権利です。商標などと異なり、わざわざ登録などをしなくても創作した人に認められる権利です。著作権と一言で言うことが多いですが、その中身はコピーする権利、演奏する権利、ネットに配信する権利、改変する権利など権利の総称を指して著作権と言います。著作物については、著作者がこれらの権利を占有しているので、例えば著作者に無断でコピーをしたり演奏したりすることはできず、著作者から許諾をもらわなければいけません。次に音楽著作権の登場人物を見ていきましょう。音楽は作詞家、作曲家が作詞作曲した後、歌手などの実演家が演奏を歌唱し、この音源をレコード会社がレコードに固定して楽曲が実際に販売されます。そしてこれらの関係者にそれぞれ著作権に関する権利が認められることになります。まずは作詞家作曲家から見ていきましょう。音楽ではまさに作詞家作曲家が著作権者となります。ブランドがあらかじめ撮影したショーに音楽をつけて動画配信する場合、ショーの映像に CD 音源をつけて動画を作成することになるため、音源を複製する、作成した動画をネット上で配信するという、この2つの作業が生じてきます。音楽を複製する、公衆に送信する権利は作詞家作曲家が占有しているため、まずはこれらの人から許諾をもらう必要があります。許諾のもらい方としては、直接作詞家作曲家に連絡するということも考えられますが、多くの場合は JASRAC や NEXTONE などの著作権管理事業者が作詞家作曲家からの著作権の管理を依頼されています。この場合には JASRAC や NEXTONE などの事業者に対して許諾の手続きを申し込むこととなります。具体的に、まずは JASRAC、NEXTONE などのホームページにある作品検索データベースを使って、自分が使いたい楽曲がこの JASRAC や NEXTONE などに管理されているかどうかを調べましょう。調べた上で実際に管理されているということが分かった場合には、実際にショーで音楽を使うために JASRAC を例にとってみると、音楽の複製についてはビデオグラム録音という形でネット上で許諾の手続きを行うことができます。音楽を配信することについては、インタラクティブ配信という形で、これまたネット上で許諾の手続きが行えます。作詞家作曲家から許諾をもらって、やっと自由に楽曲を使えると思いきや、もう少し必要なステップがあります。それは演奏家、そしてレコード会社との関係です。音楽の場合、歌手やアーティストなどにはその歌唱や演奏について、その歌唱演奏を原盤に固定したレコード会社には、その固定された音源について著作者隣接権という権利が生じます。具体的な中身としては、著作権と似たものもありますが、演奏や音源を録音・録画する権利、ネットに配信する権利などがあり、歌手やレコード会社はこれらの権利を占有しています。
そのため歌手やアーティスト等が歌ったり演奏した CD などの音源を実際に利用するという場合には、作詞家作曲家とは別途アーティストやレコード会社に対しても許諾を得る必要があります。一般的には歌手などの実演家の権利については、歌手個人ではなくレコード会社が管理していることが多く、レコード会社に許諾を得るということになります。これについては、実際に使おうとしている楽曲のレコード会社に直接連絡をした上で許諾の手続きを取るという流れになってきます。これらの手続きを行うことで無事楽曲をショーに利用することができるようになってきます。最後に、すでにある楽曲を編曲したいという方もいらっしゃると思います。自分で編曲すれば原曲の作詞家作曲家などの許諾を得ずに使えると思っている方がいらっしゃるかもしれません。しかし編曲についても法律では本案件として著作権者に権利が認められています。そのため無断で編曲することや編曲した楽曲をショーに使うことはできません。しかもこのアレンジする権利についてはジャスラックなどの管理団体は管理していないことにも注意してください。そのため実際に楽曲をアレンジしたいという場合には、その楽曲の作詞家作曲家から直接許諾を得る必要があります。この点についてはまず楽曲のレコード会社に問い合わせるなどしてみましょう。今回は音楽著作権の当事者であったり許諾の手続きについて見てきましたが、ショーで楽曲を使う場合にはせっかく作った動画がバンされて配信できないという事態にならないためにも、事前に権利の処理をきっちり行ってショーを公開できるようにしていきましょう。それではご視聴ありがとうございました。